はい、やっぱり結局チャオを使うことができました。喧嘩が、ね、起きなくてよかったです。じゃあ、さっき紹介したチンパンジーの能力、道具が使用できますよ、自分で考えて道具を作って使用できますよという能力と、学習する能力の高さをもっとですね、皆さんに見ていただくために、左側に自動販売機が内蔵されております。でこの自動販売機はですね、皆さんが使われているものと全く同じもので、壊されないように、ボタンを押すところとコインを入れるところ、そして下のボコンと、ね、飛び出ているところが、野菜ジュース出てくるところとなっております。で、飲み終わったアヒカンをポイ捨ててしまうといけないので、右側のアヒカン回収機にアヒカンを入れるとまたコインになって出てくるという仕組みになっております。はい、じゃあですね、 UFO キャッチャー上の方にですね、格子があるんですけど、そこからチンパンジーにコインを渡しますので、その繰り返されると、まあ、この時間にチェリーのそばにいると、まあ、追い払われちゃったり、まあ、何にも得がないので他の子が来なくなっちゃったんですね。なので、もうチェリーしかね受け取りに来ません。あと第1のボンボンはね